どうも、くいちゃんことくいのぞみです。はい、今回はですね、前回の動画でノアとコアと池袋のサンシャインに行ったよっていう動画がねアップしたと思うんですけど、今回はその時に買った購入品をバーっとやっていこうかなと思います。量的に結構なんか細かいものがちょこちょこあったりとかもするので、ちなみに今回紹介するのは私が買ったもののみになるかなと思います。はい、ということで、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。熱い。はい、ということで早速やっていきたいと思います。まずはもうね、ちょっと袋がボロボロになっちゃったので、これから行こうかな。お店がちょっとわからないです。韓国のお店、韓国コスメとか韓国系のものが売ってるところで、このね、なんか食べたことないブルダックを買ってみました。もう何味かすらもわからないやつなんだけど、まあまあなんかピンクは無難かなと思って、これは私とノアの分で購入しました。あとはもうね、私が大好きな味ですね、このカルボのブルダックが好きで、それのタレです。そしてあとこれ、このね、なんかハイライトっぽい感じだったんだけど、めちゃめちゃ色が可愛くて、これはノアとお揃いでノアも購入しました。可愛くないですか、こんな感じのケースで、こういうね、2色のちょっとベージュっぽいのとピンクっぽいハイライトが2色入ってるっていうやつで、色がめっちゃ綺麗だったの。ラメが細かいタイプと、もうね、私今汗でメイクもボロボロの状態でなんかカメラ回しちゃったんだけど、これがめっちゃ可愛くてハイライトですね、購入しました。プリズムハイライターデュオの01クリームフィズっていうやつです。熱い。そして次、次は、はい、こちらのクランチラスクシュガーバターですね。はい、もうおやつです。で、ここからちょっとお店が変わって、雑貨屋さんで買ったんだけど、このチョコクロラスクと、あとこのリンピーの、あの洗顔の泡立てるやつとリンピーのブラシを買いました。激辛なんですけど、激辛いいですね。はい、そして次はじゃん、こちらのローリーズファームの購入品いきます。はい、ですね、こんな感じのよいしょ、スカート、シャカシャカしたタイプのスカート、このなんていうの、シャカシャカっていうナイロンですか、ナイロンのスカートを黒と白2色購入しました。可愛くない？ちなみに1つ6600円ですね。白がゴムになってて、もうシュッと履けるみたいなやつで、あともう1個がこれパンツなんだけど、これもナイロンじゃないな、これはナイロン、ポリエステル、糸に綿、そう、このなんかこう、このダボっと下がキュッてなってるこのパンツね、そう、これはね、ノアと一緒にお揃いで着ようと思って買いました。可愛くない？ちょっとこう丈の短い T シャツとかと一緒に合わせて着たら可愛いなと思って購入しましたよし、どんどん行こう。そしてもうあとはね、この普通のシンプルのトップスです。お尻が隠れるようぐらいのトップス、なんかもう本当に白と白だけど、これにこれで合わせても可愛いかなって、ここになんかネックレス、アクセサリーでワインポイントつけたら可愛いかなと思って買ってみました。長い夏の購入品、あっつい。そう、こんな感じです。ローリーズファームは以上です。そして次、もう夏といえばですね、実はこの動画を撮影してる次の日、そう、今日で言うと明日からですね、沖縄に行ってまいります。で、本島とかじゃなくて、今回は宮古島だったかな、宮古島だっけ私行くの島に行きます。もうな、本当にわりかし人に会わないぐらいなところに行くんですけど、今回ちょっとさ、沖縄のためっていうよりは、結構その YouTube とかでも水着で家でプールしたりとかすることが結構あったりとかもするので、洋服っぽい水着あってもいいなと思って
て、中は普通のこういう水着なんだけど、こういう普通の水着なんだけど、なんかね、その上に着れるやつのセットで買ったの。本当にこういうキャミみたいなやつに、これはね、下はパンツみたいに履けるやつなんだけど、これがもうパンツになるの。こうやってパンツになってるから、家の中で水着として着てて、そのまま濡れても、こう濡らされても、まあ、問題ないかなみたいな感じで、そうそう、動画的にもこっちの方がなんかいいかなと思って、そう、洋服っぽい水着っていうのが欲しくて、今回はこちらを購入しました。可愛いね。またどこかできっと動画内で着てるところが映るかなと思います。そして次はアズルですね。アズル、このもう本当に同じような洋服かもしれないんだけど、私の中では全然違くて、こんな感じのワンピースですね。で、下がね、ちょっとシフォンっぽく丈がくるってなってるやつで、ここの横がちょっとね、なんていうの、こういう感じの切れ目が入っております。洋服はこんな感じかな。そう、なんか本当に今年の夏はそんなに洋服を買ってなかったんだけど、まあ久しぶりのサンシャインってことで、目で見て買い物ができたのですごく楽しかったです。で、そして次、よいしょ、もう最後のお店なんですけど、最後は、はい、またまた恒例ですね。もう完全に3COINS のお買い物です。毎回行ってもなんか新しいものが入ってきてるから、 3COINS って、だからね、毎回新鮮で楽しくて、ついたくさん買ってしまうんですけど、新たな 3COINS 商品紹介していきます。まずはですね、じゃん、こちらのこんな感じでさ、キッチンの角に調味料だったりとか、熱い鍋とかをこう置いとけるやつ、角っこに。で、まあこの平らな部分と網網の2種類あるから、まあ使い分けてこうやって使おうかなと思います。そして次はじゃん、こちらです。このなんかシュッシュとこの掃除のクイックルワイパーみたいなやつが一緒になってて、かつ水切りがついてるから、窓とかシュッシュッシュッってやって拭いて、水をズーってやることができるみたいなやつ。こんな感じで、これよかったらね、もう一個買おうかなと思って。結構うち窓がたくさんあるから、窓掃除とかね結構困ってたりするし、あと冷蔵庫がミラータイプの冷蔵庫なので、そう、掃除すると結構ね、この水っ気が気になったりするの。だから最後にそのスクイージーっていうやつでピーってできるからいいなと思って買ってみました。見た目もすごく可愛いです。はい、そして次はじゃん、こちらです。こちらのですね、靴を2足入れて洗濯してそのまま乾かせるっていうやつなんだけど、ほら、あの上履きとかさ、まあ靴ももちろんそうなんだけど、ここに1足2足って入れて、このまま、うちで言うとこの間買った2層式洗濯機があるんだけど、その2層式洗濯機で靴とか動物とかのものとかを洗ってるんだけど、私はそれでその2層式の洗濯機の方に靴とかをこのままポキって入れて、脱水このままして、このままかけれるってやつ、よくないこれと思って2つ買いました。靴もさ、いちいちこうやって洗うのも嫌だから、私は結構今まではこう手でね、たわしで洗ってたんだけど、2層式洗濯機が来てからもうそっちに、結構汚れたもの系はそっちにお願いするようにして、そう、だからちょうどいいなと思って、はい、買ってみた。はい、そして次、前にも買ったんだけど、何、花瓶、これをこう刺すみたいなやつの花瓶を買った。ちなみに2つ買いました。で、ちょっとね、長いタイプのこのさ、なんだかね、本当にこの猫じゃらしみたいな流行ってるじゃん。私も結構こういうの好きで、すすみたいなやつ、まあこれをちょっといろいろ混ぜて飾ろうかなと思って買いました。そして次はじゃん、こちらです。もうザ・ YouTuber ならではの
アイテムなのかなと思います。もうライトとマイクと全部セットになってるものです。携帯つけて持ち運びもできて、電池タイプなんだけど外で撮ったりとかする時にもいいし、マイクがついてるから結構ちゃんと音を拾ってくれるのかなっていう感じ。これも3コインズだからね、すごくない？そう、なんか三脚としてもハンドタイプとしても使用できるみたいな。インスタライブとかにもいいかもしれない。はい、今度だからインスタライブね、あの機会があったらやりたいなと思ってます。そして次、そして次はじゃん、こちらです。こちらのトートバッグですね。このピンクの文字のトートバッグで、なんかねカスタマイズができるらしくて、これをクシュクシュみたいな、シュシュみたいなやつをこうやってつけてもいいし、ここの持ち手のところにこうやってつけてもいいみたいなやつ。これがね150円で売ってたから、私はこの2つの持ち手にこうやってつけようかなと思って買ってみました。どうなるんだろう、どうなるんだろう、どうなるんだろう。そう、今ちょっとバッシーにつけてもらってる間にどんどんいきます。そして次はこちらのなんかアクセサリーケースみたいなやつ。これはノアが結構アクセサリーめっちゃつけるのね。すぐにその辺にポンポンポンって置いちゃってて、次の日にノアのあれ知らないみたいな感じで始まるのが結構ストレスで、これはノアにもうここにアクセサリーは入れなさいっていう思いを込めて買いました。そして次、はい、そして次はじゃん、こちらです。フォームローラーですね。こんなのもさ3コインズで売ってんだよ。でもこれに関しては800円するけど、でもね、あのちゃんとしてるし、私が好きなカラーだなと思って、最近めっちゃ足がむくんだりとか、結構腰が痛かったり、そう背中がカチカチだったりするから、なんかそういう時にちょっとやろうかなと思って買ってみました。そうで、その流れでっていうのもあれだけど、このね重り付きのフラフープ買ってみました。ちょっとマジで最近運動を全然してなさすぎるなぁと思って、私フラフープ一回ギネスに載ってるんですよ。名前ミスで辻のぞみっていう名前でギネスに載ったことがあるんですけど、そうフラフープはめちゃめちゃ好きだし、めっちゃ得意なの。だからまあちょっとタイミングあればやろうかなと思って、まあ800円だし、しかも重りがあるから結構遠心力で結構回しやすいかなと思って買ってみました。子供たちもできそうだし、ノアもダンスやってるから、なんかこういうので鍛えられたらいいかなと思って買ってみました。はい、フラフープですね。そして、はい、こちらのコアシャンのマスクですね。こんな感じの、これすごい良かったの。ちゃんとここにワイヤーも入ってて、柄も可愛くて、つけた感じもすごいしっかりしてたので、めっちゃ良かった。なので2箱購入しました。はい、そして次、おー、そこだった、じゃん。こんな感じで、ここでもいいんだって。こんな感じでつくのね。はー、超簡単じゃんこれ。こうなってるだけか。縁カバーじゃない？え、違うの？縁カバーだよ。やばいじゃん。縁カバーじゃない。別であったってこと？へえ。でもかわいい。150円でこのカスタムできたら、なんかない？はい。こんな感じですね。かわいいです。そして、上がってるかな？この動画が上がる頃には、上がってるかな？ちゃんとできたかな？っていう感じの。実はですね、今この動画を撮影してるのが8月のドア玉なんです。で、8月の半ばに前にターノンチャンネルでやったターノン祭りっていうものを辻チャンネルでやろうって話を今してて、で、いろいろね準備はしてるのよ。ただそれが成功したか、ちゃんと撮影できるかはちょっと今わかんないんだけど、まあ、その準備としてこのねプールを300円ショップで購入しました。まあこれも800円の商品なんですけど、まあここにあのキングすくいだったりとか、あとスーパーボールとかヨーヨーすくいだったりとか、あとドリンク系とか、とりあえず3個あればいいかなと思って3個買ったんだけど、3個をまあ使い分けて祭り成功してたらいいなっていうそう、だからその動画がちゃんと撮れてれば、これの使ってるところが見られるよっていう感じになっております。はい、なのでちょっとね、いろいろお祭り系のものとか、はい、購入
してあります。そして最後ですね、最後はこちらコアのおトイレの、 あのキッズの便座です。対象年齢3歳以上、いい感じですね。結構さ、生配信とかしてるとコアのトイトレについての質問とかが結構あるんですけど、で私も別にトイトレに対してすごいあのもうやらなきゃっていう人ではなくって、そうなんかまあそのうち取れるかなっていう風にずっと4人目ってこともあったから、まあ いつかはいけるなみたいな感じで、もう本当になんかこう気を引き締めてトイトレしますっていうスタンスじゃなかったのね。でも、まあ、言うてもやっぱり周りの子たちが、同い年ぐらいの子たちがトイレができるようになってきてて、大丈夫だよって自分に言い聞かせながらも、結構ちょっとあそろそろやった方がいいかな、どうしようかなとか思ったりとかしてたんだけど、結果的に言うと今コアはトイトレが無事に完了いたしまして、そうだからね、ちょっとトイレ用にこの便座が欲しいなと思って買ったんだよ、買ったんだよ買ったんです。そう買ったんですよ。なんでできたかっていうと、まあ、成長の一つだと思うんだけど、うちに新生児の赤ちゃんの子が遊びに来た時に、私がその子のおむつ替えをねしたので、多分それを見て、おむつは赤ちゃんがするものなんだってなって、あの俺は赤ちゃんじゃないからおトイレでトイレをするっていうなんかこう思考に変わって、無理やりもうトイレ行きなさいトイレ行きなさいって言ったこと一回もなくって、自分から周りの状況を見て、あ違うんだみたいな感じを思ってくれたから、本当にスムーズにトイトレができました。まだまあうんちの方はできる時とできない時があったりとかもするんだけど、何回かうんちもできてるし、おしっこの方はもう全然あの普段パンツで過ごして、おむつ夜寝るときはおむつ履いたりするんだけど、基本的に日中はトイレでするので、それ用にめっちゃ軽いし、デザイン的にもすごい可愛くて、そこもふかふかだし、どうしてもねやっぱりこの便座を持ちたくなっちゃうのよ、押さえちゃって、それもすごい私は嫌だったのね。そうだからなんかちゃんとここに持ち手もあるし、あめっちゃいいじゃんと思って、そう買いました。これね2色あって、ここが茶色のタイプと白のタイプがあったかな。ちょっとこれでね、これから使ってみようかなと思います。こんな感じかな、こんな感じかな。とりあえずもう購入品やった後の私の周りがマジでひどい、まあひどいまあひどいねこれね。はい、こんな感じでまあ、サンシャインでの購入品動画をやってみました。そうですね、本当にスリーコインズは本当に好きなのよ、スリーコインズが。でどうしても爆買いしちゃうし、すごいなんか自分の中でいいもの買ったっていう感じがあるから、どうしてもそれを伝えたくて、そう結構ね頻繁的にスリーコインズの購入品上がっちゃってると思うんですけど、時間のある時に見ていただけたら嬉しいなと思います。でまたもちろん私も結構ほんとコアもいたし、バタバタの中でのお買い物だったから、多分全部見れてなかったりとかしてたから、まあ、スリーコインズだったりとか、まあ、他のところ結構サンシャイン行ったりするので、ここのお店の何々おすすめですよとか、もちろんご飯屋さんとかもここのご飯美味しいですよみたいなものがあったら、ぜひ教えてほしいなと思います。はい、ということでこんな感じで、めちゃめちゃ汗だくなんだけど、バーっとサンシャインの購入品やってきました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、そして TikTok にアンジュシャルム、パツリ、そしてイリューやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまだまだ夏休み、今の私から言うと1ヶ月あります。明日からちょっと私はね2泊3日で沖縄の島の方に行ってきますけど、この後に罰金動画を回しますそう、そんな感じでちょっとね、あの立て続けにギュッと詰め込んでスケジュールを組んでますけども、皆様一日一日を大切に、楽しい夏休みをお過ごしください。お過ごしください、違うよ、きっとこの動画が上がってる頃にはもう新学期が始まってるのかもしれない。そうですね、
そうなんですよ、きっと。またテイク2ね。きっとね、今のこの動画が上がる頃は、今日は、何言ってるか分かんない、今日は8月の頭だけど、この動画が上がってる頃はきっと新学期が始まってると思うの。だから本当に世の中のお父さんお母さん、約40日間の夏休みお疲れ様でした。ということで、皆さん本当にね、些細なことでもいいと思う、自分にご褒美をなんか一つ与えてっていうか、ご褒美をそうなんか見つけて、美味しいものを食べるでもいいし、好きなもの、好きなこと、なんか一つなんか自分にね、何かやってあげるっていうのがありなのかなと思います。はい、ということで、最後が長くなりましたが、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは300円ショップのフラダイス。あ、すごい、これ多分ボコボコしてるから腰にいいんじゃない。中量分かんないけど、私ほんとこれで料理できると思う。やばい、来た、こう危ないよこれ。待って、これでジャンプとか万歳して。せーの。ちょっと貸して。これめっちゃ良いです。これ今見えませんが、ここでノアちゃんがフラフープをやってます。ちょっとパジャマでね、ボサボサなんで見せれませんが、いやできるよ。よい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 。めっちゃ痛い。そう、腰の多分ツボかなんかを。当ててくれんだね、それ。よいよい、頑張ってください。